ストーリー。ブーレイシャン。精一杯努めますわ。時は天明七年、先の日の輪の国での大乱と時を同じくして老中田沼意次が失脚、新たに老中の任についた松平定信により官制の改革が執り行われた。しかし各地の飢饉や大火、打ち壊しによる混乱は消滅を極め、悪鬼邪気ともいえる暗雲は今や日の本全土を覆わんと言った。昨年から続く地脈の乱れは未だ帝国内に不穏の影を落としていた。日に日に反新帝国の機運が高まり、ついには反乱が各地で勃発する。事態を重く見た新皇帝は国内随一の風水師ウー・レイシャンにこの機運を助長させる地脈の乱れを正すよう命じる。祖父から受け継いだ風水羅盤を手に、ウー・レイシャンは混乱の渦中へと身を投じるのであった。宇月。これよりは抗議の任、若輩者はここまでにいたせい。ウーレイシャンバーサス柳生十兵衛、いざ尋常に一本目勝負。はい、よっ、この並び三匹木星。二本目勝負。えいよしゃんえいしゃんよしゃん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 。あなたを見ていると様を思い出します。お年の割に元気か、声がおろとかよく似ます。ガレオン戦場。正義が俺を呼んでいる。さあ行くぜパピー。ウーレイシャンバーサスガルフォード、いざ尋常に一本目勝負。ヘアシャンゴンハッチョンゲータタ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 タ。ああ
ウーレイシャン。この並び、三匹木星。二本目、勝負。バイフォー、バイフォー、いやよし、バイフォー、よし、これが風水の力です。足だが恐ろしい。体の節々で歩くことすらも筋肉、恐ろしいものはございます。ガイリマ羊の国。お前さんが相手かい。泣きを見ても知らねえぜ。ウーレイシャンバーサス覇王丸、いざ尋常に一本目勝負。トーンハッダチョキャオワンバイフォー。この並び、三匹木星。二本目、勝負。やあ！た、や、よ、た、バイフォー。剣心に勝るとも王の太刀はあの方の女神かもしれませんね。あな悲しい、あな苦しや、憎しい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 。味方。さっさと抜け、貴様を殺す。ウーレイシャンバーサス騎馬神源十郎、いざ尋常に一本目勝負。よっ、ちょっ
勝者ウーレイシャン。この並び三匹木星。二本目勝負。これが風水の力です。のような気迫、なんと恐ろしいのです。蛇に睨まれた口がわかるような気がします。グリーンレイシャンバーサスタムタム、いざ尋常に一本勝負。とても不思議な気を宿る面ですのね。手に取ってみても、あれ、外れま。外流島、牛の国。冬海に身を尽くしても我ゆかん。切る。いざ尋常に一本目勝負。やあ、この並び三匹木星。二本目勝負。
勝者ウーレイシャン。下腹衣服でございます。ああ、盤の端っこが欠けてしまう。おじいさる前に直してしまう。最初はわずかな影響でしかなかった。これが明らかに不自然と認識できた頃、その暗い怨念は最悪となり、日の本全土を急速に飲み込んでいった。洛中関門前。あんたもこの先に用事かい？奇遇だね。俺もさ。いざ尋常に一本目勝負。この並び、三匹木星。二本目、勝負。これが風水の力です。あれ、あれあれ、私の目がもしかして落として、額に見ましたわ。ミネルヴァの間。ラバンの導きによると、この辺りに手がかりがあるようですね。しかし、なんと素敵なお屋敷なのでしょう。我が国にはない風情を感じますわ。何なんだ貴様は。勝手に侵入した挙句、堂々と館の中を徘徊するとは。貴様の目的が何であれ、その罪決して軽くはないぞ。ウーレイシャンバーサスカルロット。いざ尋常に一本目勝負。この並び、三匹木星。二本目、勝負。
勝者、ウーレイシャン。これが風水の力です。確かに無礼ではありましたが、何もそこまで起こらなく、またお次の場所へ。あら、このか、まさか。くなればいい。静か千年桜。憎し、憎し、かくも苦しい私は。ようやくたどり着きましたわ。このウーレイシャン、一族の名にかけてその邪気払い落としてみせましょう。ウーレイシャン VS 静か御前、いざ尋常に一本目勝負。はぁはぁ、Oh!
シャン。家福衣服でございます。私は何をしているの？どうして忘れていたのかしら。辛く苦しいこともあったけど、幸せな思い出もたくさんあったわ。あなたが私を苦しみから解放してくれたのですね。ありがとう。これでやっ向こう側へ行けます。しずやしず、しずのおだまき繰り返し、昔を今になすよしもがな。静か御前の順を見届けた霊氏一面の王から心を奪われる。邪気から解き放たれ御前を弔うように裏の花は静かに揺れていた。乱れていた流脈も正常の流れへとつらる。天命を果たすことができた喜びを抱き、軽やかな足で彼女は母国へ向かった。帰還した霊シャンの耳に届いた日の元での災禍の応じるかのごとくが鎮圧されたと一方だった。の報告の傍ら安堵の笑み。過去はもう終わり、からは国に越し風水で守護していくのだ。あの騒動から一人たったある日、霊シャンは謁見のされる。関心で諸国を見、古代の災禍の神聖を下された新たな霊シャンは思わず目を丸くした。理想が音を立てて崩れ落ちてゆく中、諸はその身に哀愁を受けながら再び孤独な旅へと身を投じてあった。過酷な旅路しておりましたのに、しかし風水師として絵をいただいている証拠、前向きに参りま